おはようございます。はい、おはよう。なんか機嫌良さそうですね。そりゃもうすぐジョンウィックの新作来るしね。ああ、怒らせちゃいけない人系のあれですね。そうそう、今度はドニー・イェンとか真田広之とか出てるしね。ゆかりさん好みの渋おじですか。そうそう。いやいや、そうじゃなくて。それはさておき、ちょっと。せっかくなんで怒らせちゃいけない人系で何かおすすめないですか。何がせっかくなのやら。まあいいわ。じゃあこれとか。おっと、ジャッキー・チェンですか。にしてはなんかシリアスな感じですね。とりあえずあらすじ言っとく。おなしゃす。舞台は現代のイギリス、ロンドン。ジャッキー演じる主人公は中華料理店を営みながら高校生の娘を育てるシングルパパさん。ふんふん。しかしある日、街で爆弾テロに巻き込まれ娘ちゃん死亡。北アイルランドの過激派組織が犯行声明を出す。いきなり重い展開だなぁ。でも、その組織をジャッキーがカンフーでボコボコにするんですね。と思うじゃん。あら。犯行声明は出たんだけど、党の組織はとっくの昔にイギリス政府と和平済み。なので組織内でも、おい誰がやってん、いや知らんし、アホな若いやつの暴走ちゃうんか、と大混乱。組織のリーダーで、現在北アイルランド副首相のリアムさんもテレビで、今はもうそういうことしてまへんので、と釈明する状況に。じゃあ犯人誰なんだ。しかしそんなリアムさんのもとに、ジャッキーから電話が。なんだなんだ。オタク、犯人の名前知りませんの。おっと。しかしリアムさんもマジで知らないんで、すんません、私も知らんのですわ、と答えた電話を切る。そらそうだ。そしたらジャッキー、北アイルランドにあるリアムさんの事務所まで押しかける。おいおい。で、無理くり面会して。ほんまは犯人知ってんちゃいますん。こえ。でもリアムさん本当に知らないんで、いやほんまに知らんのですって、と追い返す。ちょっとリアムさんが気の毒になってきた。そしたらジャッキーは去り際に、まあ、また気も変わりますやろ、と言い残す。おいなんだそれ。そしたらしばらくすると、事務所のビルのトイレで爆発が。そしてすぐにジャッキーから電話がかかってきて、どないです。気変わりましたか。こえー、ジャッキーこえー。さすがに切れたリアムさん、部下にジャッキーの止まってる民宿を襲わせるも、大立ち回りの末に逃げられる。おお、さすがジャッキー。こいつ、もしかしてヤバいやつちゃうん、ってなったリアムさん。とりあえず部下を連れて郊外の農場に避難。あ、ダメなやつだそれ。はい、夜中に厩舎が爆破されるわ、部下の車は爆弾でひっくり返されるわ、ジャッキーを追って森に入ったら、やべえ罠でボコボコにされるわ、もう踏んだり蹴ったり。うわぁ。しかもリアムさんがテロについて組織内を調べてみると、どうも過激な一派がいたみたいで、そいつらがやったっぽい。おいおい。さらにジャッキーの経歴も調べ、調査結果が届くとを。ドキドキ。黒塗りだらけの書類には、ベトナム戦争、北ベトナムで捕虜、そしてアメリカ陸軍特殊部隊の文字。それってランボーと同じじゃないですか。さあ、リアムさんの運命やいかに、って話。なんかそれだとジャッキーが悪人みたいですね。てかいつものジャッキーじゃない。そうね。今回のジャッキーは、壮絶な人生の末に、最後に残った希望のマナ娘をテロで殺され、完全に死んだ目で復讐に燃える老人。てのを見事に演じてるわ。おお。じゃあいつものカンフーはなしですか。いや、あるけど、コミカル要素は一切ないわね。でもアクションの流れに、ジャッキー要素がちゃんとある。どういうことですか？見ればわかる。あ、はい。じゃあゆかりさん的には。私は好き。ほうほう、確かにリアムさん目線だと、ジャッキーはめっちゃ怖いストーカーだけど、ジャッキー目線だと、そこにしか犯人の手がかりがないからね。そりゃ必死にもなるわって感じ。なるほど。経歴的にはランボーと同じなのに、ランボーみたいにパッと見て、あ、やばいって感じじゃなく、どう見てもしょぼくれた老人なのに、実はとんでもないおじさま。いいわー。やっぱゆかりさんは時事戦なんじゃないですか。いや違うし。説得力ゼロです。ぐぬぬ。